プロ野球、巨人の OB で大リーグでも活躍した松井秀喜さんが、来月、宮崎市で行われる巨人の春のキャンプで臨時コーチを務めることになりました。巨人は昨シーズン、11年ぶりに4位に割り、来月、宮崎市で始まる春のキャンプは巻き替えに向け若手の育成や打撃の科学課題で、球団によりますと松井さんは、6から、キャンプに参加し臨時コーチとして、手を、導きするということです。また、井さんは、月10日に宮崎市のサンマリン